あ、どうも、小谷美代です。今日は、デッサン会の日なんですけど、またもや、参加者がいなくて、ちょっと動画撮ってます。まあ、ちょっと、まあ、これからどうしようかなって、そろそろ考えてますね。あ、6月はもう1回あるので、もしよかったら、はい、来てください。あ、実はね、今日これ2回目撮ってて、もうちょっとうまく喋れないかなと思って撮り直してみることにしました。で、あ、そうそう、絵は、まあ、ちょっとデッサン会の時間には書いてないんですけど、昨日ぐらいから、ちょっと自分でもあんまり描けてなかったんですけど、調べ物ばっかり最近してて、次の作品を。やっとちょっと絵を描き始めました。はい。なので、これから、どんどん描く方もやっていけたらなと思って。で、今日何の話しようかなって思って、まあ、ちょっと前から思ってたんですけど、自分の絵の話しようかなと思って、何考えて描いたとか、まあ、どういう影響があったのかとか、こういう影響を思い出して描いたとか、コンセプトはまあ、そんな割と簡単なんですけど、まあ、先に言うと、岸田劉生のことをよく思い出しながら書いたいなので、そのことをちょっと話したいなと思います。で、絵を出します。前回の、YouTube の動画でちょっと見せた絵なんですけど、しばらくしたら出ると。ちょっと待ってください。はい、この絵です。タイトル「一歳」っていう絵で、大きさが1.3メートル ×1.3 メートルの割と、まあ、自分にちったら一番大きな絵です。まあ、最初にざっと説明すると、あと今日ズームで撮ってみてて、ちょっと画像をカクカクしたりするかもしれないんですけど、画面共有がきれいにできるかなと思ってやってみました。で、これはしたかったことは、一つ、1歳ぐらいの子供が、子供息子いるんですけど、で、体がすごい面白かったんです。今はもう1歳9ヶ月とか2歳近づいてるんですけど、1歳頃って立ちかけているんだけど不安定とかで、やっぱ筋肉が弱いので今と全然違ってて、まあ、ふらふら、なんか不安定な体つきとか変な体勢とかをよくしてて、まあ、それが描きたいなと思ってやりました。まあ、この、なんていうか足が互い違いになってるとか、まあ、全体左右対称じゃないとか、なんかちょっとこう、背骨もちょっとこうなっちゃってるねとか、あと筋肉柔らかい感じとかですね、そういうのを描きたかった絵です。まあ、描きたいのはそれだけなんですけど、これを男の子を最初にバスッと描いたら、でもこれだけじゃちょっと絵が完成しないなっていう感じになっちゃって、で、後ろ、裸だから、裸が一番そういうね、筋肉とかあるだろうと思って、割と裸でいたので、この時期、自分の子供が、暑かったからだと思います。で、お風呂場で出る絵にしました。そうですね、それを描いてる途中にやったことなんですけど、後ろは、こう、タイルにしていて、これは、色は銀です。アクリル絵の具の銀っていうのがあるので、それを使ってます。で、なんでこれ銀にしたかっていうと、江戸時代の絵とかの襖絵とか、屏風絵に、金箔の方がよくわかると思うんです。金箔とか銀箔とかをバックにガーって貼って絵を描いてるっていうの
が結構あるんですけど、なんかそのタイルって、あ、その屏風とかの箔が、箔はサイズ決まってるので、そんなでかいのを作れないので、十何センチかける十何センチの箔をバン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 ってまあタイル状に貼っていく。で、後ろの画面を補正しているっていう。で、そのタイルっていうのがその箔の四角に見えないかなと思って銀色にして、やりました。そうそう、貼ってるからね、いくら継ぎ目なく貼っても四角いの見えちゃうんです。で、まあそういう風に見えたらなんか面白いなと思ってやったんですけど、まあまあちょっとそこまでうまくいかなかったなっていうのはあるんですが、それでやりました。で、そういうなんか風に自分で、他の絵の、割とそういうことは絵画ではたくさんやられてるんですが、自分でそういう風に意識してやったのは初めてで、なんかその絵の、これまでの絵の力を使うというか、そういう気分になったんですけど、そういうことが考えれたっていうのは今回ちょっと良かったなと、うまくはできなかったんですけど、良かったなと思ってます。なんかこの3、4年ぐらいか、たくさん美術館に、割とより好み、できるだけせずに行ってきた力がやっと出たなっていう気がしました。うん、まあ絵についてはそんな感じですね。まあもっともっとだなと思うんですけど、一応なんとかこう大きいサイズを完成させたという感じです。はい。で、画面共有終わろうかな。ちょっと岸田劉生の話なんですけど、まあこれ書き始めたらもう岸田劉生のことを何度も思い出してて、岸田劉生って言っても特に霊子像なんですけど、本が霊子像をなんとか、これそんなこれよりどんなあるかな、まあ、こういうやつの方がいいし、検索したら、ね、いっぱい写真出てきて、こういうのとかで思い出してですね、子供の絵を描くってなったらどうしても、まあ、好きなんです、元から好きなんですけど思い出しました。で、まあ、なんていうか、そんなん無理なんですけど、まあ、これなんか超えたいなみたいなことをどうしても考えましたの、なんていう、まあ、自分にとってはもう、まあ、もうそうだって言っていいと思うんですけど、割とこの岸田劉生の子供の絵、霊子像とか、他の絵も、人間の絵も他にも描いてるんですけど、っていうのが結構こう、普通に絵を見たり、人間見るときの基盤になんか張り付いてるんじゃないかなっていう気がして、しています。あと、どういう、これなんか、どう説明したらいいかなと思うんですけど、まあ、例えば他の、まあ、文学とかで言うと、夏目漱石とか、志賀直哉とか、ああいう人たちが書いた文章にすごく今影響を受けて、今普通に日本語書いてるって、その人たちの影響下にある。今の文体が書けてるって、その人たちが、まあ、かなり影響を及ぼしてる。と思うんです。読んでもなんか当時の人はそういう風に書かなかった、夏目漱石みたいに書かなかったけれど、まあまあ今となってはまあみんなある程度夏目漱石みたいに書くみたいになっちゃってる、まあ、夏目漱石めちゃくちゃうまいんですけど、雰囲気とかはそんな感じで書けるみたいな影響がある、あると思うんですね。そういう絵画としてそういう影響を人を描く、子供とか人を描くときに持ってるのが岸田劉生なんじゃないかな、の一人としてあるんじゃないかなというふうに今思ってます。
まあ、だからもう張り付いちゃってるので、まあ、こっから逃れ、こっから新しいのってすごい難しいんですけど、まあ、なんかだからこそこう自分がこう、こう、こうだって思った感じ、どう抜け出して書けるのかみたいなことを考えて書いてました。まあ、なかなか、なんか何、どこまでできなんか、まあまあ難しい、なんかまだまだまだだなと思って、なんか出口が見えたとか、そういう感じじゃないですけど、初めて、やっと1枚目書いてるので、なんかそういうふうに思って、今回書きました。はい。すごい影響力のある絵なんじゃないかと思ってます。そうですね。日本人なら、この、今すごい影響ありそうなのは岸田劉生の例ことだなって思うんですけど、あとメアリー・カサットっていう印象派のぐらいの時期の外国の人がいて、アメリカ生まれたけどヨーロッパに渡った人だと思うんですけど、その人もなんか顔はすごい印象的に描いてて、今すごい自然だなって思う感じで、子供とかも描いてます。岸田劉生も メアリー・カサットも、すごいなんていうか、一瞬の表情みたいなのを捉えていると思うので、なんかこういうの知ってるって思うんですけど、見たときに、あ、こういう顔子供するね、みたいなことを思うんですけど、なんかメアリー・カサットとか、岸田劉生とかが、捉えてなかったときに、この表情を本当にこう認識してたのかなみたいなことを、認識はしてたのかな、まあ、表現、なんていうか、まあ、今となって多分表現できるんですけど、割と誰でも、まあ、本当に、なんていうか、取り出したという人なんじゃないかなと思っています。まあ、こういう影響を考えながら書いてみました。以上です。